はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。先日ですね、 JR 東日本から運賃の値上げについて発表がありましたので、今回はこちらを取り上げていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、では早速本題に入っていきたいと思います。2024年5月31日 JR 東日本から2025年度より、運賃の値上げを、するということで、国土交通省に申請を出したというふうに発表がありました。また値上げかよって思った方、そうなんですね、また値上げではあるんですけど、実は JR 東日本の値上げに関しては、過去値上げした時っていうのはすべて消費税が上がったタイミングだけになっております。今回は消費税が上がってないタイミングでの値上げという形になります。まあ、JR 東日本としては耐震工事の強化だったり、バリアフリー化だったり、そういった費用に増収分を充てますと、あとは運転手が不足して、先日も動画にしました通り、中央総武各駅停車で結構いろいろあったりとかしましたけれども、そういったのを減らすっていう目的もあるんだと思います。その大きな原因がですね、乗務員さんの、運転手さんとか乗務員さんの不足にあるというふうに、会社としても多分分かってるんじゃないかなと思います。で、実は JR 東日本の値上げというのは、国鉄時代は別ですけれども、消費税が上がったと同時にその消費税分を上げているというのがありまして、消費税が上がらないタイミングでの値上げというのは今回が実はですね初めてなんですね。 JR 東日本になったのが昭和63年だか64年だと思うんですけど、そこから数えて約36年間今までは、消費税以外の値上げっていうのを実はやっていませんでした。これは逆にすごいことだなと思います。 JR 東日本、なんとかウイルスとかもありましたし、厳しい時期もありました。あとは結構ね、郊外の路線がですね、大雨とか台風でやられてしまって、その復旧工事にすごい金額がかかったりとかっていうのもあったと思います。記憶に新しいのが只見線ですね。誰がどう考えても廃線になるというふうに思われていたんですけれども、最終的には強い要望もありまして、全線復活という形になりました。いや、これはすごいことですよね。いや、すごいなぁなんて思いますね。ただ今回はですね、もうどうしようもないということで、ついに値上げに踏み切ったということですけど、ちょっと改めてですね、JR 東日本の料金体系っていうのをですね、見ていきたいと思います。もともとはですね、 JR 東日本になった時代は初乗り運賃って確か120円とか130円とかそういうレベルだったと思うんですけど、じゃあ今どのぐらいの値段になってるのかっていうのもですね、含めてちょっと見ていきたいと思います。はい、ということで、おなじみの JR 東日本常磐線日立の牛久駅にやってきました。ちなみにですね、今日内房線は踏切安全確認で遅れが発生しております。今日撮影日6月1日です。今日から6月ですね。ではちょっと見ていきたいと思います。まずはですね、これですね、現在の駅、常磐線の日立の牛久駅ですけれども、牛久駅はですね、ちょっと距離が離れてるので一駅なんですけど、190円かかりますよっていう感じにはなっているんですけども、お隣の荒川沖駅、ここは150円になります。で、初乗り運賃は今実はですね150円っていう形になりまして、
130、140、150と値上がりはしているものの20円しか上がってない。人によっては20円も上がってるじゃないかっていう話になるかとは思うんですけど、まあ、意外とですねこの30何年間で上がった金額っていうのは少なめになっております。で、山手線の区間ですね、今特定電車区間っていうのがありまして、まあ、ちょっと他の区間よりもですね距離に対して金額が安いですよっていうような区間が設けられております。それが山手線内だったり東京銀行区間なんですけれども、先日 JR 西日本がですねそこの割引とか制度を廃止しますというふうに発表がありました。 JR 東日本から具体的にそういう発表は今のところないんですけれども、もしかしたら JR 東日本もこういった区間が廃止になって、まあ、平等になるようにですね、東京に近いから距離が例えば10キロでいくらっていう金額があって、郊外だとそれより高いっていう、まあ、不平等さっていうのがですね、もしかしたらそれで解消されるのかななんていうふうに考えております。まあ、あとは過去にご紹介しましたけど、実はですね、区間を区切ってこう購入した方が安くなっちゃうところっていうのはですね、これなんでかって言いますと、例えばですね、常陸の牛久から荒川を来てこれ150円じゃないですか、ここの区間って150円ですごい安いんですけど、例えば東京駅からとか新宿駅からとかって乗るときに、常陸の牛久から荒川沖のね上がる金額っていうのが150円よりもし大きければ区切って買っちゃった方が安くなっちゃうんですよね。でそういう裏技が、まあ、今のところはできるんですけど、今後じゃあそれがどうなるかっていうと、今回の運賃の値上げによってもしかしたらそういったのが、できなくなってしまうかもしれません。まあ、この辺は詳細まだ発表されてないんで詳細待つしかないんですけど、もしかしたらそういう大きな変化があるかもしれません。ぜひ皆さんのご意見、反対意見、賛成意見どちらでも結構です。コメントお待ちしております。ありがとうございました。いらっしゃいまして、ありがとうございました。駆け込み乗車はおやすみ。